んばんは。髪がボサボサになった。中村舞です。痛たたた。今日ねなんか腰がめちゃくちゃ痛くてね、なんてことでしょう。よいしょ。こんばんは、中村舞です。おいで。重いもの持った。うん、起きた瞬間から痛かった。寝違えたのかな。めっちゃ腰が痛くてかがめなくて、物を取るときとかこうやってこうしゃがむか、垂直にこうめっちゃゆっくりしゃがむか。そう、なぜでしょう。今日は起きた瞬間から腰が痛かった。ありがとうございます。ぎっくり腰？ぎっくり腰なのかな。寝相？分からん。なんか私胎児みたいに寝るんですけど、くまさんありがとうございます。胎児っぽく寝るんですよ。あの丸まって胎児？あのお腹の中にいるみたいな。そういつもその寝方なんですけどね。まあ、よくないのかな。うん、なんか横向きでこうやってなんか体育座りほどは丸くならないけど、そんぐらい丸くなって寝るのが好き。一緒？そう、今日は腰が痛い。ありがとうございます。いてててててって言いながら動いてる。いてててててて。最近ずっと布団でちゃんと寝てるんだよ。そう、どの寝方がいいか。でもいろんな寝方で寝る。でも仰向きの方が金縛りになりやすいことが分かって、仰向きはしかも金縛りになったらめっちゃ怖いんですよ。だから仰向きは極力あんま避けて寝てる。こたつ？あ、我が家まだこたつ出てます。ぎっくり腰なの？え、そうなのかな。ぎっくり腰ってさ、もっと動けなくなるもんじゃないの？結構動けるよ、ちゃんと。ちゃんと動けます、中村舞。コンコンコン。うん、何の痛みないの。介護士受けるの？そうなの？程度によるのか。あ、なんかタワーもらった。ありがとうございます。つるちゃん。つるちゃんさん。ありがとう。てか私今日めっちゃさ、書いてきたんだよ。書いてきたんだよ。そう、だから、ちょっと待って。すごい長くなってしまうかもしれないタワーのお礼が。ですけど、そう、よかったら聞いてください。よかったら。あ、待って、紙がないや。めっちゃ書いた。え、どんぐらい書いたかな、わかんない。でも結構書いたかも。そう、だからちょっと長めになるかもしれないです。お許しを。なんで私今日タワーもらうんで。おっ
くんさん、ありがとうございます。ありがたわ、ありがたわ。なんで、なんなんですか皆さん。毎日祭りですか、どうしてですか、謎ですな。ありがとうございます、しんじさん、ありがとうございます。ありがとうわ、ありがとうございます。腰痛タワー、そんなことある、なんで、え、明日は絶対もないよね、この仕様。誕生日おめでとう、え、ありがとう。今日なんかスタイリストさんに会って、で誕生日当日はスタイリストさんにまあ会わなかったんですけど、今日スタイリストさんに会ったんですよ、お仕事でね。でスタイリストさんが、あ、誕生日やったのにおめでとうみたいな感じでこう言ってくださったんですけど、スタイリストさんがなんかほぼなんかほとんど同い年で、同い年っていうのはだから今年22の年の人が多くて、いや実は同い年みたいな、でみたいな、なんかそう、なんか今までこう行くところでこうお仕事するところで結構年上の方ばっかりだったので、こうだんだん自分と年齢が近い方がこう増えてきたなって感じることが多くて、そうめっちゃびっくりしましたね。なんかそう結構同い年とか年齢が近いとかなんか多いんですよ、同年代だったり、結構自分も大人になったんだなって感じます。ちょっとじゃあこの書いたら始めます。あなたもありがとうございます。だんだん年下になっていくよ。そうなのかな。定型文にまず誕生日おめでとうあるよ。多分ね、この誕生日おめでとう仕様がなくならない限り、定型文が消えないと思います。ちょっと待って。これ、ちょっと、先にお礼始めますね。ちょっと、待ってください。もういいですか？いいかな？と、誕生日の時とサイン会の時とかのを合わせて書かせていただいたので、よかったらスクショしてください。ていうかなんかなんかあの被るかもしれないね、今日そのくださった方と今もう書いてるやつと2回呼ばれることがあるかもしれません。なんかちょっと それでもまあ申し訳ないんですけど、そうなんかちょっとタワーをな全部すごいたくさんいただいて、
なんか結構複数本いただいた方もいて、ちょっとどうしようって思った結果、一人一枚って感じにしたので、そう、でも全部心を込めて書いたので、よかったら見ててください。はい、ということで、まず一人目から、マイキュー誕生日おめでキューさん、これはちょっと誰かわからないんですけど、名前が、はい、どん、ありがとうございます。なんか曲縛りにしました、今回も紙縛り的な。はい、ありがとうございます。ちょっといらっしゃらなかったら申し訳ない。桜の木になろうです。続きまして、どんどんいきます。しんじさん、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、どん、のままるさん、ありがとうございます。ちゃんと、どん、これ飛行機雲、ちょっと待って、あいたたたた、よいしょあいたたたた、持ってるやつはこれ、あの布っていうかタオル、そう、どん、ありがとうございます。続きまして、どん、さとまるさん、ありがとうございます。見えるかな、チューしようぜ。続きまして、どん、ハレイさん、ありがとうございます。鉄な、注意上にしてください、ごめん。あ、そう、字今回ね筆ペンで書きました、ありがとうございます。鉄なです。続きまして、どん、トールさん、ありがとうございます。これ何、キスだって左利き、お、はい、ありがとう、ありがとう、復習した。続きまして、どん、浅香さん、ありがとうございます。手遅れ交渉、ありがとう、お、ありがとう、かわいいっしょ続きまして、どん、りょんきゅうさん、僕の太陽、ブルブルしてる、同国、同国、ありがとうございます。オッケー、続きまして、どん、ドラゴンさん、これね、私ね、あのちょっとドラえもん描こうって思って書いたんですよ、あの私のわずかな知識で、何も見ずにドラえもん描きました。これはなんかちょっと関係なくと、なんかドラって引っ張られちゃってドラえもん描いたんで、どう、うまい？私さ、ドラえもん見ずに描けるんだよ。ありがとうございます。怖いかね、足、足がつながっとった続きまして、どん、福太郎さん、12秒、ダイヤモンド、見ずに書いたならすごい、あ、褒められた、そう、なんか絵描き歌あるよね、ございます。続きまして、どん、
まゆたみさん、サングラスデイズ。砂浜に寝そべるクラスメイト、でクラスメイト。続きまして、ドン、ディープブルーさん。これもなんかなんか深い青みたいな、海みたいな、だからあの素潜り潜った絵描きました。なんか特に曲とかじゃなくてちょっと絵を描きました。曲は特にないですね、これは。ちょっとなんかそう、ありがとうございます。続きましてドン、のりまきさん、ありがとうございます。なんだ、希望的リフレイン。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、ありがとうございます。続きましてドン、レグルスさん。おはようから始まる世界。イケメンじゃないこれ、顔。続きましてドン、ゴッツさん、ありがとうございます。これは最強ツインテール。僕の好きな最強ツインテール、最強ツインテールです。ありがとうございます。続きましてドン、みーさん。これはあの夜風の仕業のなんかシーソー、児童公園のシーソーに腰掛けのところ、夜風の仕業なんでね、髪の毛がなびいてるということにしました。ありがとうございます。続きましてドン、サルキチさん、ありがとうございます。これはファーストラビットです。これはこの強い意志を込めたウサギの絵が特徴的。このなんか強い、もうなんか決意を持ったウサギなんですよ。悪くない悪いはちょっと違うよ、悪くないよ。ありがとうございます。続きましてドン、ガッキーさん。これはずっと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 そばにいたいよです。ガッキーさん、ありがとうございます。何、おかしい、おかしくないよ。ありがとう、ずっとずっと好き、ありがとう。続きまして、くまねパパさん。これはハッシュタグ好きなんだ。これ難しかったね、腕が難しかったね。ハッシュタグ好きなんだ、ありがとうございます。サビの部分、ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやく、hey! この胸の熱い気持ち。気持ちで噛んだ今、ベロじゃない、ほっぺ。続きまして、おっとっとっと、カンズさん。これは天使の尻尾、ありがとうございます。天使の尻尾です、ありがとうございます。いたずらな天使の尻尾。
負けたらあかん。ありがとうございます。弁当に大根もう入ってないかな。大根の煮物作る予定。あ、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと待って、2枚くっついてる。ポン、にゃ太郎さん、これは完全にちょっと名前から猫かなと。アイドルはウーニネの剣。うにゃにゃにゃ、うにゃにゃにゃ、うにゃにゃにゃ。お、ありがとう、ありがとうございます。おめでとうって言われちゃった。ありがとう。続きまして、どどん、りょうさん、りょうさんさん。雨が降ってます。あたり、ありがとうございます。字うまい。え、嬉しい、嬉しいです。でちょっとですね、ここでね、もうノートがちょっと書けるスペースがなくなってしまったので、ちょっと別の紙になります。ちょっと待ってください。それではいきます。どん、ゴーセブンさん、ありがとうございます。これはラッキーセブンです。こっちの方がいい。ちょっとセブンっていうのが入ってたので、ラッキーセブンです。セブンつながりです。ありがとう、ありがとうございます。続きまして、うまちゃんさん、桜、桜の花びら、桜の花びらたちが咲く頃。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ありがとう。続きまして、ヒッキーさん。これ小指なんだけどな、人差し指に見えるな。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで。ちょ、こっから STU ソングが続くかも。ありがとう、大好き、ありがとう。続きまして、お金持ち先生さん。これはこうって、嘘嘘嘘嘘、教室から何が見えるのところ。見えるのところです。お金持ち先生さん、ありがとうございます。続きまして、下手スーツにネクタイさん、シンドバッド。僕たちはシンドバッドだ。なんか各曲のさ、どこを切り抜いたらさ、その曲だってわかるのか、ちょっとあれだよね、難しいよね。ありがとう、笑顔が素敵なまいちゃん。ありがとう、ありがとうございます。続きまして、もっくんさん。これは顔が非全力。全力でなんか走れない。クイズに やってほしい。クイズ、え、確かに、これは何の曲でしょうみたいな、ワンポーズで。ありがとうございます。顔が非全力、もうこんな暗闇。トラウルフさん、ありがとうございます。トゥルトゥルルルルトゥルトゥルルルトゥ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 ルル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 。あ、いいね、無音で踊るのとか。何踊ってるでしょう、いいかも。続きまして、一文字さん、風を待つ。これはよくあるやつ、じゃんみたいな、風を待つポーズみたいな。風を待つ、
風をまとぼうこの岬で内股？違うよ、内股じゃないよ。続きましてタロスさん、誰かといたい。これはあのトミコポーズのこうだっけ、違うこうだこれは K だった、こうだった。ありがとうございます。そうなんです、トミコポーズ。続きまして翔さん、これはもうもぐもぐ桜を食べてる絵桜を食べてる絵です。解説ないとわからん、なんで、え、わかる、ピリ書きましたよ。翔さんありがとうございます。桜が桜食べます、自分自身をすごい循環してるわ。続けましてニューラッチさん、やがて菜の花が咲く頃。ありがとうございます。お、はい、ありがとう、ありがとう、タコありがとう。もし見逃したよって方が言ったら教えてください。スクショし忘れたとか教えてください、遠慮なしに。これはやがて菜の花が咲くよって、こう花が咲くんですよ、こうパッパってのところ。難しい。続きまして上万さん、出航。すごい、腹話術やってるみたい。彼方の水平線さ、未来を探しに行こうか。ありがとうございます。あ、ありがとう、わかりやすい。続きましてクッシーさんこれね、これめっちゃ難しいんや、夢力。うまい、ありがとうございます。クッシーさんありがとう。わかりやすい、確かにわかりやすいね。続きましてのりさん、ありがとうございます。これは大好きな人のありがとうの最後のポーズ。なんかすごい振り口座みたいになってる。次翔太さん、ありがとうございます。これはウィッチーズウィッチ。ウィッチーズウィッチはね、私もちょっとあの振りはあんまりあの分かんなくて、あ、結構難しいんですよ。でもね、こうウィッチーズウィッチみたいな、この手をね、こうこうどっみたいな、これはあの振りとかじゃなくて、あのマスクをしてます。ありがとうございます。アルフォートさん、これ腹巻きじゃないよ。そう、ユニットの曲がめっちゃ好きになれただけで幸せだ。これはサビの好きになれただけでのところです。ありがとうございます。ウィンクでスクショ
取れたかな。いっぱいの水を、これは1サビ終わりにこう水を飲むんですよ。いっぱいの水をって、そこのシーン、でも本当に水飲んでる。はい、ありがとうございます。ありがとう、ゆうゆうさんでした。腰に手当ててない。いや、あれだってマイク持ってるもん。いっぱいの水、確かに。でもマイクなしバージョン。わかんないです。次、優しい気持ちさん。これは1サビ。デレレレレレレのこの部分です。大ジャンプ、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい、ありがとう。わかる、確かにこれはわかりやすいかも。旅の続きまして、たけずーさん。無謀な夢は覚めることがない。22歳もゴーアヘッドということで、うん、はい、いつもありがとう、ありがとう。無謀な夢覚めません。続きまして、これはちょっとわからなかったので、あのあれです、すいません。きよじさんの黄昏さんは、あの青いレモン書きたかったんですけど、フリーがあれあるのないのかな、だからちょっと青いレモンを書きました。これはあのちょっとズルです。青いレモン、青いです。あれフリーないよね、青いレモン。青いレモン覚めてる、違うよ。青いレモン、焼き芋に見える、そう、芋に見えるレモンです。やっぱ色って大事だね。はい、ありがとうございます。顔色悪い。続きまして、みやびさん、ありがとうございます。これは瀬戸内の妹。これね、あの和服の結婚式の服なんだけど、なんか頭にすごいかぶり物してるよね。あ、なんか白いさ、こんなやつ、あれを描きたかったんだけどね。こんな感じかな。そう、あのウェディングドレスじゃなくて、ちょっとお城を描きたかったから、ちょ、和服にしようと思ったんですよ。角が隠れてない、これ、しょうがない、突き抜けた。角隠し、あ、角隠しなの。角突きつけ、あ、これ角隠しっていうの。そうなん、角出たよ、角隠せんかった。角破けました、角で。もう尖りすぎて角がね、隠せなかった。これは角隠せない。すごい、角隠しって言うんだね。ありがとうございます、みやびさん。え、ちょっとそれはちょっと知らなかった、勉強です。これは、え、そうなん、角隠しって言うんや。なんで角生えてないやん。え、角生えてないよね、私ら。なんで、なんで角隠しって言うんだろう、初めて聞いた。うん、ありがとうございます。え、私ら、え、生えてる人いる。なんて生えてるの、実は本当あるのかな。生えてくるの、そのうち。そうなの、そっか、成長とともにね。続きまして、カズさん。一瞬のスリル、
あの一瞬のスリルは私ちょっと振りをあんま知らなくて、なんとなくしかなんかこういう感じだなってのは分かるんですけど、なんかこの最初の街角全力で走った時にこうぶつかってハッとした時の顔を、まあ、描いたんですよ。一瞬のスリルこうはぁみたいな表情なんで、巡り合って燃え上がって灰になってしまいたい、運命の糸引き寄せられた一瞬のスリル。いやー、磯貝さん、磯貝さん、磯貝さんです続きまして、ショッシーさん、これは僕らの春夏秋冬、これうまいと思う。これはサビ春夏秋冬のところ一サビのね、一番最初なんですよ。ありがとう、はじめまして。え、はじめまして、ありがとうございます。はじめましてで春夏秋冬です。春夏秋冬過ぎてゆくよ、わかる？うまい、うまいよね。ありがとうございます。ぜひスクショしてください。好きです、めっちゃ春夏秋冬。続きまして、もりもりさん、これは振りとかじゃない、振りは抜けんかった、どこにしようか考えた結果なんで、奇跡という名のストーリーは、これは道を歩いてるところを書いたんですけど、ちょっとこれは本当に道です。ノリノリ、そうだよ、ありがとうございます。歩きました。続きまして、西さん、これは制服の重さ、セーラー服だからか、かわいい。やりたいことできずふてくされてくまで、セーラー続きまして、ササパンダさん、これはこれも振りがちょっとどこをこうフューチャーしたらいいのか分かんなくて、原点を作りました。ここが見て、こうゼロって書いたんですよ、ここゼロに帰るという、こう原点、原点に行ってる原点、こう原点いいんですよ、原点です。スマホじゃない。続きまして、小物さん、これは思い出してよかった、こうほわんほわんほわんが思い出してよかったの。あ、でもあとこれサビの部分、最初の思い出せての部分です。ありがとうございます。ありがとう。これがサドル、あの乗るところ。続きまして、高森さん、
これは青春各駅停車。いやね、これね、いないじゃんって思ったでしょ。ここのね、先頭にいるんですよ。乗ってるんですよ、この。実は。ありがとう、おばあちゃん大好きだよ。ありがとう。そう、乗ってるの、ここに。ちゃんとね。各駅停車です。どんな夢かは忘れてしまったよ。各駅停車いい、めっちゃ好きなんですよ、青春各駅停車。いい曲。あとちょっと少しになってしまいました。続きまして、椎名さん。これなんだ、あ、これ独り言で語るぐらいなら、これブツブツ言ってます。ブツ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 、一人ごとで語るくらいならば、ブツ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 、椎名さん、ありがとうございます。一人ごと。続きまして、さとしさん。これは思い出せる恋をしよう。これはですね、あの、これ女の子のことをこう思い出してるんですよ。あ、でちょっとほっぺがこうちょっとこう赤くなって、こう思い出して、ああ、あの時の恋みたいな、そんな感じ。いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい。ありがとう、だるま。そう、いいでしょ。これリボンついてるの、女の子。え、おもこいいよね。おもこい好きなんだ。お、熊吉さん。これはあの日から僕は変わった。これはあの日から僕は変わったの歌詞すごい難しいんですよね。あとね、ちょダンスも難しくて、ちょっとあんまどこ切り抜いていいのか分かんなかったんで、なんか家から出なくなったみたいなところがあるんですよ。なんでちょっとタワーをね、家に入れました。あの、鍵をかけていたみたいな歌詞があるんですよ。ドアに鍵をかけていた。閉じこもってます。これ難しい、どうやって表そうか迷ってこれにした。こういう感じ、扉ないよ。扉忘れとった。ありがとうございます、熊吉さん。出れません。屋根を突き破るしかない。そしてこれで終わりなんですけど、今から書かせていただきます。たくさんありがとうございます。え、ちょっと待って、じゃあちょっとみんなの意見を借りよう。何の曲を書いてほしいか言ってほしい。ちょっとね、曲を結構ね絞るのにこう考えてて、でもちょっと思い浮かばなくて、なんか ST の曲本当に結構書いたんですよ。ほとんど書いて、そうなんで、あの、そう、さっきいただいたつるちゃんさん、それからおっくんさん、しんじさん、ありがとうございます。なんかいいのありますか？すぐ書けるの？え、さあ、ポニシュ？確かにポニーテールだもんな。クイズ形式？え？君と虹と太陽と。君を守りたい。いいね。君と虹と太陽。難しいね。君、まず虹、虹を描きます。神曲ですよ。3、4、5、6。え、虹って7色も色あるの？すごいことなんだけど。いや、これは君と虹と太陽、太陽。やばい、太陽の目やばい。
卵の黄身炊いてないよ。太陽が卵の黄身みたい。で、黄身と虹と太陽。ちょっとうまくできないかもしれない。ちょっと難いな。うん、まあこんな感じかな。よし、じゃあまずつるちゃんさんありがとうございます。君と虹と太陽と、あ、なんかちょっとそう色が変わったので髪の色が水色になりました。虹ってこんなんだっけ、こんなに線あったっけ。でも太陽がやばいんですよ。なんかね、目描くときが一番ね緊張する。なんか目で変わるんですよ、この人、人じゃないか、太陽、太陽っていうかなんか顔。力作、あ、ありがとうございます。じゃあスクショしてください。ありがとうございます。七色に見えるの見たんだよ、4周年の時だっけ、4周年の朝だっけ。なんかバスに乗ってて、ね、近くにナナさんがいたんだけど、ナナさんが虹が出てるって言ってて、パッて見たらめっちゃ綺麗な7色の虹が出てて、なんか青春感じたね。見た、行きのバスで。おっくんさん、ビンゴはいかがでしょうか。え、ビンゴってさどんなんや。ビンゴビンゴ花って、あ、ビンゴ、こうこう次何番でーすみたいな、こういうさ、そのビンゴが出てくる。何しようかね、なんかリクエストはありますかね。あなたに巡り会えた青春時計だって。そうな、カチューシャ青春時計って。オッケー、あ、ほんとだ、オッケー、任せとけ任せとけ、わかるぞ、こういう感じや。すごい無言になってしまった。春の制服スカート揺らしガードレールをぴょんと飛んで、え、めっちゃいいよな。むず、任すとけとか言いながらめっちゃむずいね。チクタク、あ、一人では確かに歌えん、あの曲難しいよね。
っと待って、誰か喋ってよ、もうちょっと私今集中してるから誰か喋って。いいね、春の制服スカートいらしい、ガードレール春や。難しい、はい、どん、おっくんさんありがとうございます。あの赤い衣装のこのひらひら感がこのちょうどマッチしてるね。時計費やした君さんありがとうございます。何時かなこれ、9時です。11時45、あ、長い針と短い針なあ、考えたことなかった。ありがとうございます、おっくんさん。9時のつもりなんだけど、うん、なんかこれが凍ると顔が黄色くなる、うん、続きましてラストかな、シンジさんかな、うん、自動字の声書いた、書いたね。青の反対色、私反対色になる。海の色書いたよかぶってる。48の曲もうかぶってるかも。48の曲じゃない、 ST の曲割と書いたんだよな。そう、曲が結構もう出ちゃいました。フェリーだって、あ、フェリー、桟橋から離れてく古びたフェリーが、フェリー、まあ船ですねフェリー、難しいな。フェリーはなんか難しい、どれを取ったらいいか分かんない。船かけるの、船はかけるよ。STU48。帰る場所ならここにある。
はい、フェリーありがとうございます。フェリーです。フェリーに、フェリー乗りたい。フェリーに揺られて帰るのが好きなんだ。海賊船だ、海賊船じゃないって可愛い。ここに一人すごく可愛い。乗ってます、ありがとうございます。フェリーにも人格がある。そうだよ、全部生きてるからね。ということで皆さん本当にありがとうございました。なんとすごくたくさん時間をいただきました。ありがとうございました。呼び出し終わり、終わった、呼び出し終わりました。多分これで全部チェック済みなんですけど、はい、そう、絶対そう合ってるはず。ありがとう、ありがとうございます。もしいなかったよって方は言ってください、いつでも出すので。力作堪能しました。なんか絵をすごい解説ばっかりしてた。青いレモン、もう一回見せて。青いレモン、すごい早く出た。かわいいでしょ。あ、青くない、あ、青くなった。青いレモン、水道の水でジャブジャブと洗って、なんだっけ青ざめたじゃないよ、青いレモンです。体調多分めっちゃ酸っぱい、もうめっちゃ酸っぱいです。まあ通り曲聞けない。でも本当に STU の曲めっちゃ増えたなって思った。なんか書いてて STU って結構曲増えたんだな。ドラえもんもう一度見せてもらえると。お歌つきで、待って待って待って、何、 お歌って何、ドラえもんの歌って何。あんあんあん、とっても大好きドラえもん、僕ドラえもん。あんなこといいな、できたらいいな、なんちゃらかんちゃらいっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なポッケで叶えてくれる。空を自由に飛びたいな、はい、タケコプター、あんあんあん、とっても大好きドン、ドラえもん。かわいい。ねえ、これバンされるの？ドラえもん歌ったら？ありがとう。トンっていうのは、なんか今適当に入れた。なんかビートあった方がいいかなみたいな。ドン、ドラえもん。
関西だから割とうまい方だと思う。なんかね覚えてるんだよね意外と。そう私サザエさんとかなんかそういうマルコちゃんとかも多分見ずに描けますよ。クレヨンしんちゃんとか。すごいでしょ見ずに描いた。描けると思う。ちょっとサザエさん描いてみよう。サザエさん多分描けるよ。お魚くわえたドラ猫。なんかね鼻がこうピョンって感じなんですよ。こうなんか独特なね丸い感じなんですよね。こうピョンで口がこんな感じ。サザエさんの目ってどんなんだっけ。えでもサザエさんって耳あったっけ。どこ髪の髪の上にあるのか髪の下にあるのかよくわかんないな。サザエさんの髪の毛のえ待って、じゃーん。耳の位置がわからん。どっちなんやっけこれ。髪の毛の上にあるのか下にあるのかがちょっと謎でした。髪が下か。でもこれ伝わると思う。こうやって書いてあったらサザエさんなんだなみたいな。耳の位置不明説。サザエさん思い出せない。いい？本当？似てる？似てますか？原作に近い。おお。よかった。近いらしい。眉毛とかあったっけ。あ、困り眉だったよね。なんか困った人みたいになっちゃった困った人みたいな感じじゃない。でもこういう感じだった気がする。ちびまる子ちゃんはねいける気がするね。ちびまる子ちゃんは全体図も描けるよ。あのね、おかっぱだからね。こうだね。ちびまる子ちゃんの鼻思い出せんな、あんまり。え、でよ。あの赤いね、あれ着てますよね。俺どんな顔をしてたっけね。口が思い出せんわ。人間っぽい口してたっけ。鼻なかったと思う。嘘あったよ。難しい。でもいい線いってるわ。え、嘘鼻なかったっけ。人間っぽい口っていうのはこういう形。これよりうまくできた。こっちの方が多分上手だ。
これはちょっと困り顔になった。マスオさんがこう、マスオさんはあのサザエさんの旦那さんなんですよ。メガネかけてるんですよ。え、マスオさんの髪型って思い出せんくない？どうなんだったっけな、上に逆立ってたよね。こんなんだったっけ、もっとこんなのか。夫婦、お見合い、お見合いなの、夫婦です。なんか別の人みたいになっちゃった逆立ってなかったっけ、角張ってた、嘘、まあもう記憶が。これは夫婦、アナゴさん、アナゴさんは書きやすそう。うーぐたくん、もう上唇がめちゃめちゃでかいんですよ。下唇だっけどっちだっけ、どんな目してたっけ。ちょっと垂れ目だったよね。でなんか髪型がどんなんだっけ、どんな髪型してました。眉毛あったっけ、なんかみんな困り眉のイメージだな。ちょっとどんな髪型してたか教えてください。髪型が思い出せん。オールバック、言われてみればジェルで止めよう。ちょっと筆圧濃くなっちゃったサザエさん、てててててんててててんててんててててててん、ぽひょん、イケメン、特徴捉えてるわ。うまいよね、こっちの方が似てるこれ。でもこれも結構かわいい、なんかあの愛着湧いてくる見てたら。でもなんかこれを見せてサザエさんって多分わかると思う。タラちゃんとかは全然わからんのんやけど、タラちゃん、タラちゃんって髪の毛どんな感じだった。タラちゃんってさ、あれはイクラちゃんよ。タラちゃん、目がね思い出せんのよね。あ、全部思い出せんわ。あったっけ、耳なんか。タラちゃんって髪の毛どんなんやった待って本当に思い出せん。刈り上げ、何刈り上げって、角刈り、嘘、タラちゃん、それあれじゃない、三河屋のあの配達してくる人じゃない、角刈りなのは。ツーブロック、いや私ツーブロックがいまいちよく分かってないんだけど、耳まで刈り上げ、ああ、え、これわかめちゃんみたいになっちゃった。わかめちゃんです、これは。
わかめちゃん、あ、親子、ここは親子、わかめちゃんだわ。だね、サザエさんのタッチ難しいわ、かけれん、ちょっとギブアップです。はい、これどなたかプレゼントします。難しい。ドラえもんの絵描き歌知っとる？知ってますか皆さん、ドラえもんの絵描き歌。覚えてる？知ってる？え、みんな知ってるじゃん。みんな描けるの？みんな描ける説。忘れた？教えて。いくよ。いきまーす。でってって、まーるかいってちょん。まーるかいってちょん。で、もう一個まーるかいって、棒が出て、大きい丸が出て、頭が出ました。こんな大きかったっけ？まあいいか。これ私のアレンジ加えます。で、6書いて、反対書いて、トントン、トルンルンルン、あとは適当です。ツツツルン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 。できたー適当でーす。ドラえもん。コックさん？ヒゲ？ヒゲなんか生えてたっけ？え？ドラえもん？あ、左右か。あ、ここかと思った。私ドラえもんここにヒゲ生えてるのかと思って今めっちゃ、え、ヒゲなんか、そっか猫だもんね、もともと。こうか。猫型ロボットか。え、なんだかのドラえもんアゴヒゲ生えてる説。あ、ヒゲ生やしました。あごひげも早そう。かわいい。ダンディー、ダンディーなドラえもんです。かわいい。うん、いい感じ。え、ちょっと私クイズやるね、今から。私が何を書いたか当ててよ。
で今日ねなんか食卓で出てきたキャラクターがあるんですよ。でそのキャラクター結構マイナーなんですけど、そのマイナーなキャラクター書くんでちょっと当ててもらっていいですか。ちょっと、ね、食卓で今日ね話しててなんか話題になった人がいるんですよ。人？え、そう、人。あるアニメのキャラクターです。あれ？難しいな。できた。え、想像じゃない。これはあのなんとなくこういう人いたなって書きました。これは何のキャラクターでしょう。かわいい。めっちゃなんかさ目上に描きすぎたわ。もうちょっと目下かも。ホラーマン。え、ホラーマンじゃない。食パンマンでもない。じゃあもうちょっとあのホラーマンこんな格好しないじゃん。食パンマンもこんな格好しないじゃん。これはあのあるアニメ、アニメっていうかアニメのあのマイナーなキャラクターです。そのスーツ着てます。そうスーツ着てるんですよ。社員さんなんですよ。で皆さんアンパンマンからは一回離れてください。アンパンマンに出てくる人ではありません。日本のアニメです。ちなみに今は知らないんですけど毎日夕方にやってました。そのアニメはこうお母さんと一緒とかがあったりするその夕方の時間帯からにかけてあったアニメの中に出てくる人です。え、これわかるかな。え、おじゃる丸。え、わかる？わかる？わかる？初めて見たキャラクター。嘘。おじゃる丸に出て、え、通じる。嬉しい嬉しい。そう、おじゃる丸に出てくるやつ。でもみんな名前が出てこんよね。おじゃる丸に出てくるやつ、そう、マイナーすぎてわかんないんですよ、そのキャラ名が。難問ですか？これはどちら様か。これ多分答え言ってもわかんないですよ。そのおじゃる丸に出てくる人で正解。正解はかわかみさんでした。あ、もうちょっと歯出てたわこれ。歯出てました。知ってる？知らない。知らないの？このキャラクター。これかわいくない？あ、上に毛があるんだ。私毛生やしてなかった。確かに食パンマンに見えます。知ってる？横走りする人。なんか遅刻だーって言いながら。もう上手ないし、すいませんでした。私の間違いです。申し訳ございませんでした。知らんかった。じゃあこの機に知ってよかった。じゃあみんな覚えといて。これ川上さん。これ川上さんです。川に上と書いて川上さん。マイナーだった？マイナー問題。おじゃる丸がギリギリわかる？嘘。なんでその人食卓に出てきた？なんかお姉ちゃんと話しててこの人が出てきたんだよね今日会話に。なんでだっけ？忘れちゃった。
川上さん激ムズ問題。なんか変な音するな。これか。もう一問。え、じゃあもうちょっとメジャーなのにしますね。何がいいかな。メジャーね。私は見ないで思い出して書かないといけないから。メジャー。メジャーなやつだよね。アニメだよね。アニメがだって書きやすいもんね。見て書いても思い出して書くから大丈夫。よかった。じゃあ、あれにしようっと。難しいな。あ、でもうまいかも。女の人書いたんだけどな。じゃーん。男の人にちょっと見えるかも。女の人です。川上さんの奥さん違うよ。え？うまいでしょ。北海道。北海道じゃない、北海道じゃない、髪型なんで北海道って言うの。北海道じゃない。ミサエや。正解です。これはミサエです。砂付近、確かに砂付近にも見えてくる。これミサエ北海道。ミサエさん北海道に似てるの。北海道でしょ。北海道でしょじゃない、ミサエでしょ。ミサエさん北海道かもね。ちょっと調べよう。ミサエミサエ北海道で出てくるよ。やっぱり私は間違ってなかった。ミサエさん北海道って出てくる。うん、似てるっぽい。私は間違ってなかった。これはミサエさんです。で、うまいと思ったんだけど、何がうまいって、このなんかミサエさんとかのはすごいこう太ももからこの足首にかけてめっちゃ足首が細くなるんですよ。もう見てみてください、この足首手首にかけてもうバリ細くなるんですよ。ヒュッみたいな、そのもうキュッみたいな、それをめっちゃ特徴を捉えて書いた。ね、そう、めちゃめちゃ細い。え、わかるよね、このめっちゃ足細いんや。キュッ。ミサエさん、じゃミサエさん情報面白いね。ミサエさん、野原ミサエさん。野原ミサエさん
かわいいな。29歳らしいよ。29歳、すごいな。なんかアニメも一個一個そのキャラクターに経歴とかあるのすごくない？設定みたいな。ミサイさん、サザエさん24歳、私と2個違いです。2個違うだけ。え、すごい。サザエさん、サザエさんは2個違います。私と何か。クレヨンしんちゃんってさ、たまにホラーみたいな時ないんですか？私あの回が怖くて、アニメでも怖くて見れないんですよね。ホラー回みたいな、なんかちょっとサイコパス味がある描写が。あれ怖い。そう、な、謎になんかいつも明るいのにたまーにホラーみたいな。うん、謎です。ホラー界あるよ。なんかちょっと寒気がする。ち、見てた。ドラえもんサザエさん、ドラえもんサザエさん、違う、ドラえもんクレヨンしんちゃん、サザエさんちびまる子ちゃん、同じ日にやってたの見てたな。毎回見てた。懐かしい。コナン君は詳しくないんだよな。見たことあるんだけど全然わからん。で、私ね、読解力がないっていうか理解力ないんかな。なんかそう、ちょっとわかんないんですよ、話が。難しい、コナン君。難しい。なんか事件とかわからん。プリキュアとか見てた？え、今日その話になったの。なんかご飯食べてて、なんかお姉ちゃんがプリキュア見てたみたいな話になってて、私ちょうど世代なんですよ、プリキュアが。なんか渚とほのかっていう、なんかプリキュアの、なんかほんと初代のが一番私の世代で、見てたんですけど全然内容思い出せなくて。二人がプリキュアってやつ、ほんと初代が私の世代で、二人がプリキュア、なんかなんでその話になったんだっけな。なんか渚の部活はなんちゃら部だよねみたいな話をしてて、なんだっけ、何部だっけ、あ、アクロスじゃなくて、アクロス部なんかないな、なんだっけ、なんちゃら部、なんちゃらロス部、あの、あ、ラクロス、アクロスじゃない、ラクロスだ、あ、ラクロス、ラクロス、ラクロス部だよねみたいな。ラクロス。ラクロスじゃなかった。ラクロス、ラクロス部、ん、ラクロス部。お邪魔女ドレミ、知らん。知っとるけど知らない、見たことない。私ハム太郎とかめっちゃ見てたかな、あんま覚えてないけど。ハム太郎
大好きでした。大好きなのはひまわりの種。セーラームーンは見てないかな。ちょっと外れてるかも。そう、コールがあるやつね。懐かしい。懐かしいな。でも分からん。忍たま？忍たま乱太郎？見てた。天才テレビくん見てた。テンテレ、あ、夕方クインテットとか見てた。多分分かんない。もうこれ多分私よりもこう下の子とかに言っても分かんないと思う。夕方クインテットとかラブベリーしてたの。え、ラブベリーやってた懐かしい。ラブベリーやってた。ラブ&ベリーやってたね。ゲームセンター行ってめっちゃ行列でやってた。めっちゃ列に並んでやってた。あんま覚えてないんだけども。そう、100円入れたらカードが1枚出てきて、それを集めてなんかスラッシュして、なんかリズムゲームなんですよ。もうあれなんか完全に覚えゲーです。覚えてリズムとか。ミラクルミミカ見てた。ね、なんですごい、みんなも見てる。マインちゃん見てた。みんなも作ってアラモード。私福原遥さん好きなんですよね。めっちゃ可愛い。その頃から見てました。マインちゃん、やってたな。そう、大好き。なんか YouTube やってて、そう、何気に YouTube とかも見てる。同級生くらい。そうなのかな、年齢一緒かな。懐かしい、なんか懐かしい思い出にしとってた。何分？22時26分。大人になりました。そうですよ、私も大人になりました。なんかテレビとかでなんか見てて、14歳とか13歳とか出てた時にめっちゃびっくりします。なんか高校生とかでもびっくりするな。なんか自分よりも年下の子がいっぱい出始めたら、なんか自分も大人になったんだなーってめちゃくちゃ実感する。1時間半、1時間半経ったのか。時間半経ったのだったらそろそろ終わりにしますね。腰良くなってきたかな。いや、腰はね、治らんね。明日寝たら治るかな。
です。皆さん今日も一日無理したらあかんね。大丈夫、なんかゆっくり歩けば大丈夫。整体マッサージとかしてもらいたい。マッサージマッサージしてもらいたいな。ケーキはさすがに、え、もうね、4、5、あれ今日何日だ、今日6、4、5、6、3日連続ケーキ食べてる。しかもコッコさんのケーキも割とめっちゃあったんですよ。なんかワンホールはないけど、ほぼワンホールぐらいあって、でももう残り1個まで食べたからめっちゃ食べたすごい食べてます。ケーキばっかり食べてる。生クリームのやつはもう食べた。そう、ケーキあとちょっとで完食です。誕生日ウィーク、え、多分この飾りはもう明日なくなるよね。ということで、私は今からこの壇上ルームを見渡します。ふにゃめっちゃ鳴ってる通知ね、なんか携帯の通知がめっちゃ鳴ってる。明日もある、え、そうなの、見て、見た、キュー、はーい。いや、サザエさんが忘れられん。なんかさ、ちょっとにじんでさ、涙流しとるみたいになっちゃった。かわいい、ありがとう。サザエさん、サザエさんがかな川上さん、あ、みんな覚えた、今日川上さん。お風呂入ります。お風呂に入らんと。寝れますか？じゃあ皆様おやすみなさい。言うても結構おやすみなさいですね。すごい、今日1時間半ぐらいありがとうございました。ということで3、2、1、0、キュッおやすみ。みんなゆっくり寝てね。明日は水曜日ですので、明日も頑張りましょう。それではおやすみなさい。